今回の大場の相場はやということで破れかぶれの賭けは NG ですこれはなんとなくお分かりいただけるかと思いますが負けが混んでくると損失が大きくなりその負けを一気に取り返そうとしてさらに負けが増大するという悪循環を戒める格言です。 損失が増大すると、どうしても、う不相応なサイズでトレードをする傾向になったり、一か八かの危険な勝負に出てしまいがちです。そういう時こそ、無理をせず、自重することが重要です。自分の勝ちパターンに合致する相場は必ず到来します。その時までは無駄打ちを防ぎ、また、不要意な損失を発生させてはなりません。 我慢するのも相場のうちです。一歩引くことの重要性を認識しましょう。ということで、今回は破れかぶれの賭けは NG の「や」でお送りいたしました。